皆さんこんにちは。 BS 日テレ公式 YouTube チャンネルアナウンサーの新保里穂です。そしてじゃーん、こちら2019年4月1日から BS 日テレ公式マスコットになりました、バブチューです。かわいいですよね。バブバブしてます。ということで、毎週水曜夜11時放送の古川みりんと古畑奈央の陰性乙女酒の出演者であるみりんさんと奈央さんにプレゼントをバブチューと一緒にもらいに行きたいと思います。行くぞー。乾杯。酒場初心者のアイドルが通なお酒の飲み方を学ぶ、古川みりんと古畑奈央の陰性乙女酒、毎週水曜夜11時放送。はい、こちら BS 日テレ初のマスコットバブチューなんですよ。バブチュー、かわいい。あれ、ミニチュア。あれあれ、いや、なんだろう、この急ごしらえで作った感なんですか。だって BS 日テレ感なくないですか。確かに。なんで赤ウインナーなんですかね。いや、赤ウインナーなのはタコ。タコ、あ、タカなのか、これ。あ、ごめんなさい、タコということも伝わってないし、バブチューという名前も誰も分かってないですよ、今のところ。赤ちゃんみたいな可愛さ。なんかチャームポイントがこの後ろの焼き目みたいな。焼き目。やっぱりこれ赤ウインナーだよ、どう見ても。なんか、まあまあ、わかりました。じゃあこれがキャラクターなんですね。はい、キャラクターなんですよ。バブチュー。かわいい。バブチューがどうしました？ナオさんが。そう、大好き。バブチューって名前がかわいい。名前から。名前から。この子もかわいい。あの、このバブチューからのお願いなんですけど。何ですか？BS 日テレ公式マスコットバブチューのステッカーに。もうステッカーまで作ってるんですか。いいな、まだ商売の匂いがプンプンしちゃうな。ここにあのサインを2人からいただきたいなと思うんですけど。ほら、もうこれダメですよ。何ですか。絶賛ツイートで中、この宣伝感あふれるさSNS を使ってくださいとやんばかりの。これに、はい、あの後ろにサインをいただけたら嬉しいです。はい、あら、まだ声はないんですね。声もありますよね。じゃ あるんですか。ここつくんですか。 CV があるんですね。バブチューの声聞きたいですね。ねえ、聞いてる。可愛いんだろうな、でもバブチューってことは。どんな声なのか、うん、バブチューみたいなツイートしてバブチューみたいな。今日もいいんじゃない。ついに声優デビューかな。じゃあせっかくだからバブチュー書こうかな。おお、おお、嬉しい。はい、バブチューです。どうですか。はい、じゃあやったー、書かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。視聴者の皆さん、なんとみりんさんとなおさんからサイン入りのステッカーいただきました。はい、こんな感じで書きました、うん、はい、これは、これはまさか、まさかの視聴者プレゼントです。おー、嬉しい嬉しい。チュー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ、ね、皆さんゲットしてみてください、はいはい。毎週水曜日夜11時から放送の古川みりんと古畑奈央のイニシエ乙女酒、ぜひご覧ください。